このコーデは全国高等学校野球選手権大会に関する様々なエピソードを紹介する。毎年12月から1月にかけて大会で使われるキャッチフレーズを朝日新聞社が一般の高校生から公募している。本大会直前から放送される朝日新聞社のテレビラジオコマーシャルで使われる。1986年から2008年まで日本ビクターをスポンサーにした。 甲子園の宣伝ポスターが作られていた。詳細は、ビクター、甲子園、ポスターキャンペーンを参照。地方大会では時折没収試合が起こっている。試合開始時もしくは試合中に9人の選手を出場させることができなくなり、没収試合となる例が多い。詳しくは、放棄試合参照。地方予選大会は原則としてその都道府県にある。 野球場での開催となっているが、他の都道府県に会場を移して開催した事例もある。1920年の四国大会決勝戦の香川招待松山賞は兵庫県のナルオ球場で行われた。これは当時、過去の試合中のトラブルで一恨のあった香川県勢と愛媛県勢の対戦による両県の観客間の騒動を回避するため四国外で開催されたものである。 1991年から1993年頃には大阪大会で球場難を理由としてそのケースがあった。1990年まで使用された大阪スタジアムが野球場としての機能を停止させたため、その代替球場として、奈良市、河野池球場と西宮市、阪急西宮スタジアムの2カ所を使用して行った。なお、その後大阪府には大阪ドーム、 前島ベースボールスタジアム、南高中央公園野球場、豊中ローズ球場などが建設されたことから現在は越境開催は行っていない。また、河野池球場はその後も奈良県大会で使用されていたが、高校等配合による試合数減少に伴い2008年以降は奈良県大会では使用されていない。また、西東京大会の決勝戦や開幕試合などは、 東東京地区にある神宮球場を使用している。一方、東東京大会の試合が西東京地区の球場で開催されることもあり、2000年代以降はほぼ毎年行われている。1941年では台湾予選の海吉野林台北港で再々試合が記録された。0から0のまま8回に雨天引き分けとなり、 翌日も0から0のまま7回打点引き分けとなった。その翌日には延長25回で、か吉野林が、台北港を2の1で破った。総イニング数は40回に及んだ。2003年の福井県予選1回戦では、王の東鶴るが決ひの試合で、延長15回に規定により5から5で引き分けとなった。翌日の再試合でも、 延長15回に規定により3から3で引き分けとなり、打点順延を挟んだ翌々日の再々試合で、鶴がけひが6の1で王の東に勝利した。総イニング数39回、試合時間は8時間42分に及んだ。これは戦後唯一の再々試合である。かつては全国大会に先駆けて、兵庫大会においても甲子園球場が一部、使用されるケースもあった。 ただ、もともとプロ野球との兼ね合いから、日程の確保が難しく、また現在は、県内各地に球場が整備されたため、甲子園球場を地方大会の会場として使用する、必要性がなくなったことから、2004年以降は、地方大会の会場としては使用されていない。地方大会として使用された当時は、全国大会とは異なり、会場の外野フェンスを大会名の書かれたシートで覆う。 ことなどはせず、阪神タイガース主催試合など通常と同様のグラウンド形態で試合を行っていた。地方大会では、開会式と開幕戦の一部試合をドーム球場で行う事例が数例ある。1956年7月31日の北、関東大会決勝戦の足利工業隊、藤岡高校戦において、藤岡高校は、ボーンヘッドにより本来ならば、 サヨナラ勝ちでの優勝を逃し、結果的に甲子園出場を一する失態を犯した事例がある。1対1のまま延長戦に入り、延長15回裏、西満塁で、藤岡高校のサヨナラのチャンスを迎える。そして7番打者が打った一塁五を一塁手が、ファンブルして三塁走者はもちろん打者走者も一塁に、駆け込んで、セーフ、サヨナラで、 ゲームセットと周囲に思わせたが、一類走者が二類へ走り込むのを途中でやめて、一二類間で立ち止まり勝った、勝ったと手を叩いて喜んで、二類に行かず歓喜する、チームメイトたちによる優勝の輪に加わってしまい試合後の挨拶のために、整列しようとまでしていた。さよなら負けかと傍然とする足かがコーナの中、ただ一人二類主がこのことに気づき、すかさず一類から球を受け取り二類を踏んで、 ホースアウトの判定が下った。ルール上さよならの得点は認められずに無効となり、スリーアウトチェンジで延長戦は続行。これで、甲子園初出場が決定していたはずの、藤岡高校は、結局そのまま延長21回表に、足利工業に1点を勝ち越されて反撃ならず、1対2で敗れ去った。藤岡高校のエースである、 石井秀夫は延長21回を一人で投げ抜いたものの、奮闘の甲斐なく敗れた。当時の北関東大会は、群馬県、栃木県、茨城県の3県で一校しか甲子園に出場できない狭き門であった。なお、その後に至るまで、藤岡高校の甲子園大会出場は春夏を通じて一度も実現せず、そのまま東廃合により2007年に学校名は、 消滅した。野球部の歴史は事実上の後ろ身である藤岡中央高校に引き継がれ、2018年の第90回記念選抜高等学校野球大会では、関東、東京地区の21世紀枠候補校に推薦されたが、選考の結果落選し、出場はならなかった。1980年埼玉大会決勝では、 川口匠選手の盗塁時に二塁衛神が遊撃手のラッキーを失念しアウトと誤審する出来事があった。川口匠はこの熊谷翔との決勝戦で敗れファンがグラウンドに乱入し抗議する事態に発展している。後年この試合の中継映像が YouTube にアップロードされ史上最悪の第五神のタイトルと共に注目を集めた。 1978年の佐賀県予選決勝、小木対佐賀学園は4の4で、延長18回引き分けとなり、再試合は5から3で小木が勝利し甲子園、初出場を決めた。その後2000年に延長は15回までに短縮される。2002年の福岡県予選決勝、柳川対九州国際大付は、九州国際大付が4の1とリードして迎えた9回表に、柳川が、 満塁から三塁打を打って同点に追いつき、そのまま延長15回引き分け。15回制になって、初の代表決定戦の再試合は11から8で、柳川が勝利した。2004年の大阪府予選決勝、PL 学園対大阪党員の対戦は、大熱戦の末延長15回の大会規定で、4から4の引き分けに終わり、翌日再試合が開かれた。この試合では PL が、 序盤に大量得点を奪い13から7で圧勝。2日越しの熱戦を制して、甲子園出場の切符を手にした。なお、この試合は、藤井寺球場における高校野球最後の試合でもあった。2006年宮城県予選では、度重なる雨により予定を大幅に超過した。さらに7月28日に予定していた、決勝戦まで雨で、中止。 もと二十29.30日はフルキャストスタジアム宮城で楽天戦が組み込まれていたこともあり7月31日に延期となった。そして行われた決勝戦東北高校対仙台育英高校は当主戦の末延長15回0から0の引き分けに終わり地区大会が8月までもつれ込む事態となった。翌8月1日の再試合では 仙台育英が前日に引き続いて登板した2年生、A.S. 佐藤祐希の力投に打線が応え、仙台育英が6-2で勝利した。2011年兵庫県予選決勝、東洋大姫路対加古川北の対戦は、延長15回の大会規定で2から2の引き分けとなり、翌日に再試合が行われた。最初の試合では7回表に、 東洋大姫路が1点取ればその裏加古川北が1点、9回表裏にも1点ずつ取り合うという全く五分の接戦であったが、再試合では5回裏に東洋大姫路が1点先制すると、7回裏に一挙5点の猛攻を見せ、結果6から0というスコアでの決着となった。2013年広島県予選決勝、新状態瀬戸内の対戦は、 延長15回の大会規定で0から0の引き分けとなり、休養日を挟み翌々日に再試合が行われた。再試合では、瀬戸内が8回裏に先制した1点を守りきり、1から0で瀬戸内が勝利した。2016年鹿児島県予選決勝。 鹿児島実業対湘南の対戦は延長15回の大会規定で1から1の引き分けとなり休養日を挟み翌々日に再試合が行われた。再試合では湘南が3から2で勝利した。地方大会では9回裏西から大逆転劇が繰り広げられることもある。例えば、1985年7月25日の埼玉県予選5回戦の城西大川越と、 秀明高校の試合では7から1で上西大川一がリードの状況で9回裏の秀明の攻撃を迎えた。西無双者から失策と死球を挟み7連打で7点を奪い逆転さよならとなった。1998年7月26日の秋田県予選決勝での金足の音秋田賞の試合では6回を終わって6から16と秋田賞が 大量リードしていた。ところが7回以降、金足脳が2点、4点、5点と加点し、10点差を逆転して3年ぶり3回目の甲子園出場を決めた。2014年7月27日の石川県予選決勝での清涼と小松大谷の試合では、8回を終わってる絵から8と小松大谷がリードしていた。これも準決勝までであれば、コールドゲームで、 試合終了であった。だがこの試合は決勝戦であったため、コールドゲームを適用せずに最終回の9回まで続行。声量は配色濃厚と思われた9回裏に9点を入れて、さよなら勝ちし、2年連続17回目の甲子園出場を決めた。県大会の決勝で最終回だけで大量9点差を逆転さよなら勝ちという、 この空前絶後な試合展開は無論史上初で今後も再現不可能と言われている。中でも特筆すべきは2002年7月20日の大分県予選2回戦の尾形匠と中津北の試合である。この試合は天候がそれほど良くない状況で行われ、9回に雨が激しくなり、投手の請球が乱れ、尾形匠は7点を追加して14から5と、 なりだめしを使用したかと思われた。ところが、この状況は、相手投手にとっても同様であり、9点差で迎えた9回、西万塁から、タイムリーヒットで2点、5連続支球による押し出しで4点、遊撃手の失策で1点、そして3点タイムリーで、計10点を奪い、14から15で逆転さよならと、なった。まれに、地方大会では1チームに30点以上も入る。 大量得点試合を目にすることがある。その中でも特筆すべきは1998年の青森大会2回戦、東大義塾高校対深浦高校の一戦である。試合時間3時間47分この試合、東大義塾は1回に早くも39点の得点を挙げ、さらに2回以後も毎回10得点以上を記録、6回には夏の大会では地方大会、 全国大会を通して初めてとなる100点の大台に乗り、さらに得点を重ね122から0の圧勝を演じた。当時の東欧義塾の成績は、打者149人、安打86本、死四死四936、投塁78、三振1だった。4番打者の陳田武志信は16打数14安打12、打点、11打席連続安打にサイクルヒットを2回。 記録した。逆に深浦は打者25人がノーヒットだった。深浦の選手には正式な野球部員が10人しかおらず、しかもその半数は野球経験が全くなかった。この試合は青森朝日放送で生中継されていたが、放送予定時間内ではとても試合終了まで中継することができず、試合途中の2回49点差で放送は終了した。 試合時間は3時間47分。現在は5回終了時に10点以上の差がついていれば、コールドゲームで終了するが、当時の青森大会の規定では7回まで行うことになっていた。深浦の監督が、ここで試合をやめるという選択肢もあるがと選手に問うと、ここで試合をやめてしまうのは、応援されているのだから、野球をする気が引けてしまう。 ということで最後まで戦い抜くことを決断し、結局7回まで試合が行われた。また、東大義塾も手を抜くのは失礼に当たると手を緩めることなく攻撃を行った。ただし、そのうち盗塁については批判的な見方も存在し、ノンフィクション作家の海老沢康久は著書やコラムで大量の盗塁を批判した。この試合については後に、河合隆介が 0対122ケッパレ。深浦高校野球部と題した、ルポルタージュボンとしてまとめている。この試合を教訓に、高野連は、地方大会のコールドゲームの基準を2000年度から統一し、5回以降で10点差以上、7回以降で7点差以上の差がついた場合はコールドにするよう通達した。ちなみに、深浦高校は、翌百九十九年は零から十四で、 敗れたが、一年間努力して、失点を前年より半減させたと称える声もあった。その後2004年の青森大会で、小風塾高校に13から6で7回コールドで、大会初勝利を挙げたが、同年7月21日に2007年度から、青森県立木造高等学校の文工科が、決定した。2011年8月、歌手ジェイドと若旦那のコラボレーション曲、 トイボックスのプロモーションビデオに当時の野球部員が出演し、当時の試合から十数年を経た元野球部員、それぞれの今の姿を伺い知ることができる。なお、2011年の兵庫県予選1回戦、姫路工業高校対日上西高校戦で、姫路工業が71-0の5回コールドで勝利。この試合は、姫路工業が高校で攻撃イニングは四回しかなく、 1>, 1イニングあたりの平均得点は17.75点となり、この試合の東欧義塾の1イニングあたりの平均得点である17.43点を上回った。2004年7月24日の山梨大会決勝の東海大甲府と甲府工業で6回裏に東海大甲府の6番打者が支給を受け、治療を行っている間は5番打者が臨時代走を行い、 B が2塁へ進塁後6番打者の正式代走として別の選手と交代した。通常であれば5番は B のままで6番は C になるはずが、運営側は臨時代走を行った B に対しての代走交代と勘違いしたため、スコアボードでは5番が C、6番が A と表示がされた。甲府工業側はこの間違いを指摘したが、変更されないまま8回裏を迎え、 スコアボードの通り C が5番打者として打席に立ちさらに交代したはずの A が6番打者として打席に立った一級ストライクの後審判団もようやくこれに気づいたため競技を行った結果すでに C が打順を終わらせていることから A をベンチに戻した上1ストライクカウントの状態で7番打者が打席に立つ打順飛ばしを行うことで対応したこの 打順飛ばしが影響したかリードされていた、東海大甲府は9回裏に打順が早く回ってきた1番打者が、同点打を放ち、さらに11回裏に、サヨナラ打で、東海大甲府が甲子園出場を決めている。これに対し敗退した甲府工業側監督の、原初なりは負けを受け入れながらも、本来なら6番打者に対して、代打を送るべきと持論を述べている。 2007年7月28日、神奈川県横浜市中区の横浜スタジアムで行われた神奈川大会準決勝の東海大、相模対横浜の一戦で、4回に東海大相模の打者、菅野智之の打席で起きた。この回3点を先制し、西1.3塁の場面で、ボールカウントにボールツーストライクからの投球はワンバウンドになったが、菅野はハーフスイングした。 球審は一塁塁審にスイングの有無を確認し、一塁塁審はこれをスイングと判定したため、球審も右拳を上げて、スイングを認め、ストライクスリーを宣告した。この球審のジェスチャーを三審でバッターアウトスリーアウトチェンジと勘違いしてしまった横浜高校のナインは全員ベンチ前に引き上げた。しかし、第三ストライクが宣告されても、投球は、 ワンバウンド補給であり、日誌であるため、打者菅野は直ちにアウトにはならない。菅野をアウトにするためには、横浜の保守が菅野に食玉するか、一塁に送球する必要があった。一方の菅野は後ずさりする形で、バッターボックスを少し出かかっていたが、まだダートサークルを踏み越えてはいなかった。したがって、菅野は振り逃げすることが可能な状態である。 東海大相模川ベンチから走れの指示を受け、振り逃げできることに気づいた打者走者の菅野は、累上の走者二人と共に、無人のダイヤモンドを回って3点を追加した。横浜の渡辺元地監督が審判団に抗議したものの認められなかった。結果的に横浜はこの振り逃げ三段の三失点が響いた格好となり、スコアは6から4の2点差で、東海大相模が勝利した。 2008年7月20日の岡山県予選準々決勝の関西と作用の試合において試合中に観客が乱入したため12分間中断した試合は9回裏7から9と2点を追う関西の攻撃中で乱入した観客は関西のベンチ前で暴言などを吐き威嚇したが健康や連関係者がベンチ前で男たちを取り囲んだため監督や選手に 危害は及ばなかった。さらに、観客の矢地に激光し、スタンドに上がったところで、通報を受けた、倉敷署の署員に取り押さえられた。試合は再開され、関西が2点差をひっくり返して10から9で、サヨナラ勝ちを収めた。2012年7月12日の神奈川大会1回戦の、日大藤沢と武装の試合において、2から2の同点で迎えた9回裏1四万塁の、 場面で起きた。日大藤沢の打者は、ボールカウントにボールツーストライクから、三塁側の内野エリア方向に大飛球を打ち上げた。三塁塁審は、インフィールドフライを宣告し、武装の遊撃手が、正規に補給して西満塁に。この直後、武装はタイムを要求したが、日大藤沢三塁走者は、補給ゴリタッチして三塁から離れており、タイムは宣告されなかった。 武装守備陣がタイムが宣告されていると勘違いしていることを悟った三塁、奏者は本塁に向かい、その本塁到達に対して球審は政府のジェスチャーを行った。プレイ確認のため審判団が審議を行う際、武装の選手たち及び監督は、もう抗議をしたが認められず 3X-2 のスコアで日大藤沢のサヨナラ勝ちとなった。記録は三塁奏者の盗塁である。 1915年と1916年は豊中球場で1917年から1923年まではナルオ球場で開催された。1924年に甲子園球場が完成し、以降は甲子園球場での開催となった。しかし、それ以降も全国高校野球を甲子園球場以外で何度か開催されている。1946年は、 阪急西宮球場で開催された、甲子園球場がアメリカ軍の接収下にあり、利用できなかったための代替球場であった。1958年と1963年は、全国各都道府県と沖縄の代表を含めた47代表が参加する記念大会であり、試合召喚のために、甲子園球場と阪急西宮球場の閉鎖となった。これは、 甲子園では消化しきれないための処置であり、1回戦から3回戦までの試合を、甲子園球場での試合と西宮球場での試合を、抽選で半分ずつに分け、準々決勝以降は、甲子園球場での試合とした。しかしながら、西宮球場に分けられた高校からは、選手、府警、応援団からも不評であり、大会が終了した後も猛烈な批判が絶えなかった。 同じく47代表参加の1968年は、全試合が甲子園球場で試合が行われ、以降代表校が49校あるいは55校までに増えてからも同様である。ちなみに、春の大会は、第1回の1924年に、矢ゴ球場で開かれた以外、全部甲子園のみを会場として行っている。九百十五年から優勝校と準優勝校の、 ナインにメダルが贈呈され以降定着しているが、第1回では副賞として現物が支給されていたという。第1回では出場校は一勝するごとに万年筆が贈呈され、優勝校と準優勝校には賞金と辞典が贈呈されていたが、さすがにおかしいという声が上がり、第2回からメダルのみとなった。大会初期の頃、敗者復活制度が実施された。これは、 第2.3回大会の2回だけ行われたもので、1916年の場合、全国大会に参加は12校。1回戦の試合数が6試合。2回戦が3試合となると、次のステップに進めるのは3校と波数が生じてしまうということで、1回戦で敗れた6チームの内抽選で2校を敗者復活として出場させた。対象校は、 中学秋吉と鳥取中であった。敗者復活行同士の試合は鳥取中が勝利したが、鳥取中は次の試合で敗北している。1917年も12校で開かれたが、この時は抽選による敗者復活が4校となった。対象校は愛知市中、明城省、長崎中、和歌山中であった。4校による敗者復活戦をして、 その勝者2校が2回戦で対戦し、その勝者が準決勝に進んだ。ところが、この敗者復活戦を勝ち抜いた愛知一中は、決勝まで進み、そのまま優勝した。このことから、敗者復活制度を行うことに疑問が感じられたため、この第3回を最後に廃止された。決勝戦の後の閉会式の最後には、優勝校、準優勝校選手による場内一周が行われる。 これが最初に提案されたのは1919 19年。地元勢として初優勝を果たした兵庫県立第一、神戸中学校の偉業を称え、スタンドを埋めた監修へのサービスとしての企画であった。しかし、神戸一中ナインは、我々は、見せ物ではないとの理由でこれを誇示。神戸高校は、神戸一中時代に、当該大会以降も何度か出場しているが、 城内一周の機会にはこれ以降恵まれていない。1941年が戦時体制による交通制限実施により中止となり、以降1946年が行われるまで5年間、太平洋戦争などにより空白の時代を迎えていた。しかしこれによって、和歌山県立海装中学校が6年間も優勝期を保持することとなってしまったが、実は、 中止になった第27回で3連覇の期待がかけられていた。改装中は1939年を制し、翌1940年でも連覇。中止になった時点で2年間放置していた。そのため優勝期の保持が7年にもわたったのである。戦後初の大会である1946年での改装中の成績だが、際大会で敗退し結果入場更新は、 首相一人となった。2006年第88回決勝。早稲田実業が夏の大会初優勝を決めた再試合のスコアボード1969年松山賞と三沢の決勝戦は同点のまま延長18回で試合終了した。翌日に決勝戦では春夏を通じて初の引き分け再試合が行われた。この再試合で松山賞が勝利し、 優勝となった。準優勝投手である三沢の大田浩二は4日、連続で45イニングを一人で投げ抜いた。また、2006年、駒大と駒小対早瀬田実業の決勝戦では、8回に両チーム1点ずつを獲得し、両チームエースの高頭で延長15回引き分けとなり、37年ぶり2回目の再試合となった。この再試合で早瀬田美が勝利し、 優勝となった。優勝投手である双日の斉藤勇樹は4日、連続のべ42インニングを一人で投げ抜いた。この決勝戦は朝日放送を初にテレビ朝日系で12時55分、試合終了まで完全制中継されたが、偶然にも、決勝第一戦の日が日曜日と重なったため、関東地区では平均視聴率で23.8%、 最高視聴率は30.4%を記録した。1985年の2回戦、PL 学園対東海大山形の試合において、PL 学園が春夏を通じて、全国大会では史上初の毎回得点を達成し、29対7の圧勝を演じた。1972年の1回戦及び1989年の2回戦で、 長崎県代表の海星高校と三重県代表の海星高校との同一公明対決が実現した。1972年は2対0で長崎の海星が1989年には10対2で30の海星が勝利している。その際、スコアボードには三重側を3、海星、長崎側を超、海星と表示された。また、 1957年の2回戦では、埼玉県代表の埼玉県立大宮高等学校と、宮崎県代表の宮崎県立宮崎大宮高等学校が対戦し、延長10回の末7対6で、埼玉の大宮高校が勝利しているが、こちらは校舎が宮崎との冠名があるため、厳密には同一校名での対決ではない。 1982年の2回戦島根県代表、増田対北北海道代表、帯広農業の試合で、9回表の増田の攻撃。帯広農業の投手は、第3アウトに気づいていたが、4人の審判人のほか、各選手らも、それに全く気づかないという人為的なミスにより、第3アウト後も次の打者を出した。後に記録員の指摘で、間違いが判明した。 これは当時、スコアボードのアウトを表示するカウントランプが故障により、一つしか灯っていなかったことが原因だったという。この第4アウト目の記録は直ちに取り消されたものの、試合終了後にこのミスジャッジを重く見た高野連は、この試合を務めた4人の審判全員を、同64回大会中禁止処分とした。2002年の3回戦にて、 和歌山県代表の智弁和歌山と奈良県代表の智弁学園が対戦したことがある。この2校は同系列の兄弟校であり、学校長も同一人物が兼ね、ユニフォームのデザイン、式調も同一のため、非常に稀な同一ユニフォーム対決となった。試合結果は7から3で、智弁和歌山が勝利した。1989年の NHK の 高校野球開催直前の特別番組で、1980年代頃に、兄弟校対決を予測して、和歌山側が赤の帽子を準備したと放送されていたが、この試合では従来の帽子が使用された。また、1983年の1回戦で、静岡県代表の東海対一と、熊本県代表の東海大二とのほぼ、同一ユニフォームの兄弟校対戦もある。 上記の不死と類似しているが、1997年の2回戦で、栃木県代表、佐野日大と宮崎県代表、宮崎日大が対戦して2から1で、佐野日大が勝った。2013年の2回戦で、3年連続16回目の西東京都代表、日大三と6年ぶり16回目の山形県代表、日大山形が対戦した。日大三は、 2011年の全国制覇以降の勝利を日大山形は山形県勢で7年ぶりの初戦突破を狙った試合だった。結果は7から1で日大山形が日大3を下した。以降、準々決勝までに栃木県代表、作新学院、高知県代表、明徳義塾と優勝経験のある3校を下し、山形県勢夏20勝目と、 夏初めてのベスト4を記録した。準決勝では、初出場で優勝した群馬県代表、前橋育英に1の4で敗れ、春夏通じて、初の決勝進出にはならなかった。1957年の2回戦で、早稲田実業の大貞治投手が、ネア川高校相手に延長11回を投げ抜き、1対0で完封するだけでなく、ノーヒットノーランを達成した。 延長戦でのノーヒットノーランは、史上初の快挙で、春夏を通じて、現在でも、史上唯一の異業である。なお、同年の春、選抜大会で、早稲田実業は優勝しているが、その時も初戦は、ネア川高校で、スコアも同じく1対0であった。1984年では、堺高校の安倍投手が、対戦校である法政一校を10回裏にしまで、 ノーヒットノーランに抑えたが、自打者にさよならホームランを打たれ敗戦し、二度目の快挙は、ならなかった。さらに2009年の選抜大会でも PL 学園の中野投手が、南洋工業を相手に10回表1島で、ノーヒットノーランに抑えたが初ヒットを許した後に、打ち込まれに失点し、その裏の反撃も1点に終わり、赤敗するなど、快挙の再現はならなかった。なお、 延長戦のノーヒットノーランは、日本プロ野球でも一度しか達成されていない、希少価値のある大変珍しい記録である。1964年に出場したコーチは、初戦でエースで4番打者の大黒柱であった、有藤道夫が、顔面に死球を受け退場、陥没骨折で入院する事故に見舞われ、次の2回戦では、首相が同じく死球で退場し、 骨折して入院する緊急事態となった。準々決勝からは、投打の大黒柱である二人が不在という、ハンディキャップを背負うこととなったが2番手投手の2年生、三内選手が終始高騰、打線も大会を通じて2割に満たない数字ながらもここぞという、好機を逃さず加点し、ついにそのまま優勝を成し遂げ、周囲から将棋に例えた、飛車格打ちの優勝と称えられた。 甲子園に初出場して、その後二度と出場できていない学校は数多いが、その中でも抜群の成績を収めた学校が一校ある。1965年で初出場を果たした三池校は春夏を通じて初めての甲子園であったが、初戦で延長13回2から1の接戦を勝利すると波に乗り、準々決勝でも延長10回3から2で勝利。 準決勝でも1点差で勝ち、決勝戦では、剛腕の木だる正明投手を擁する、優勝候補筆頭の調子賞相手に逆に2から0の完封勝利で、初出場初優勝の快挙を果たした。その後、夏の選手権大会、春の選抜大会にも出場することがなく、5試合で5勝、0敗、勝率10割、優勝確率100%のままである。 同様の例は、夏の選手権優勝校では、三池工業のみである。また、春の選抜優勝校では、徳島海南高校が該当する。その他、春夏両方に出場経験があり、そのうちの一方の勝率が10割という高校は、複数ある。高宇等による天才で、ノーゲームになった試合が、夏の選手権大会では9度起こっている。2003年1回戦。 倉敷交対駒台と駒米の試合では、駒台と駒米が8の0と8点差の大量リードしながらも、4回裏途中、台風接近による激しい雨が降り続き、降雨ノーゲームとなる。そして翌日の再試合では、前日と打って変わって、倉敷港が試合を優位に進め、5から2で駒台と駒米を下した。駒大と駒米側では、日付から8.9の悲劇と呼んでいる。 翌2004年で、甲子園に戻ってきた駒大とマコマイは、初戦の2回戦で佐世保ミを7-3で下し、北海道勢春夏50勝目の勝利を挙げた。その後も、駒大とマコマイは、日大3、横浜など競合に勝ち続け、そして決勝戦では2004年春、選抜大会で、優勝の再尾を13から10のオランダ戦を制し、北海道勢として、初の甲子園優勝を果たした。 駒大と真古前が8点もリードしながら、幸運によるノーゲーム再試合負けが大きく知られることになったが、これから遡ること10年前にも似たような経緯の試合があった。1993年2回戦、鹿児島商降対堀越の試合では、鹿児島商降が3の0と3点リードした8回表、突然の豪雨で、球場全体が水浸しになり、2度目の24分間の 中断後、交ウコールドゲームが適用されて、鹿児島商工が堀越しを下した。続く3回戦、鹿児島商工は、上層学院と対戦、鹿児島商工が4の0と4点リードしながらも4回表、前日に続く雨で今度は、交ウノーゲームとなってしまう。翌日の再試合ではなかなか点が取れず投手戦になり、 7回表に1点を取った上層学院にそのまま1から0の僅差で敗れ、鹿児島商工は不運な敗戦で甲子園を去った。翌1994年で鹿児島商工は学校名を湘南に変更して甲子園に戻ってくる。前年にノーゲームによる悔しい負け方をした湘南は3回戦、双葉との試合で3から1と湘南が2点リードで迎えた。 試合成立寸前の7回裏途中、降り続く雨で中断。またもノーゲームと思われたが1時間10分後に、試合再開、結果湘南が4から1で下してそのまま決勝へ、勝ち進むことになる。この年の決勝で対戦した佐賀賞も、準々決勝の北海との試合中、5から0と佐賀賞が先行していた4回表に、激しい雷雨により1時間33分間も、 中断となったが、6から3で、佐賀賞が逃げ切って勝利。1994年夏選手権の佐賀賞の優勝に貢献した当時のコーチは、くしくも10年後、2004年の夏選手権で優勝した、駒台とマコマイの高田穂丸マレ監督である。さらに、1993年の夏選手権で、ノーゲーム再試合で運よく、 鹿児島商工に勝った上層学院は同じく奇遇にも駒台と幕前がノーゲーム最試合で悔しく敗れた2003年の夏選手権で全国制覇を成し遂げている2008年1回戦では大阪桐蔭対北林校の試合で大阪桐蔭が4-0とリードしながら2回裏途中で雷雨により降雨ノーゲームとなる大阪桐蔭の数人は 再試合はリードしていた学校が破れるケースが多いので嫌な予感がよぎったと語ったが翌日の再試合も大阪桐蔭は前日の打撃校長を維持16から2と北臨校に圧勝してノーゲームの不運を吹き飛ばした大阪桐蔭はその後も勝ち進んで決勝戦に進出そして決勝の大阪桐蔭は床垣区川に17-0と圧倒的な大差をつけて 17年ぶり2回目の夏選手権での全国制覇を成し遂げた。2007年では開幕戦に登場した佐賀県立佐賀北高校の添江島選手が8回表で追加点となる本塁打を放ち、大会第1号を叩き出して開幕戦を勝利。その後も接戦の連続ながら快進撃を続け、勝ち進んだ決勝戦では0対4で、 配色濃厚の劣勢から8回裏に1、四万塁から押し出しで1点を返し、打席には3番の添え島選手が立ち、決勝戦としては、大会史上初となる、逆転万塁本塁打を放ち決勝点となる5点目の、ホームイン。そしてそのまま5対4で、試合終了し初優勝を成し遂げたが、この大会では、最初の本塁打と最後の本塁打を、 同一チームの同一選手が成し遂げるという史上唯一で珍しい実例があった。これまでに佐賀県勢の選手権大会優勝は2回あるが、どちらも開幕戦に勝利し、優勝戦では満塁本塁打で決勝点、しかも2校とも近年では少数となってきた公立校による全国制覇というまるでジンクスのような偶然の一致がある。ちなみに開幕戦で勝利し、 そのまま優勝した事例は過去に9回ある。第2回、慶応府通部第8回、和歌山中第20回、呉れ高中第22回、岐阜省第29回、小倉中第36回、中京省第49回、奈良市の第76回、佐賀省第89回、佐賀北の9校である。なお、甲子園大会の決勝戦で、 逆転万塁本塁打が飛び出したのは、この第89回大会が史上唯一である。かつて、一府県一代表制となった1978年から2006年まで、夏の甲子園では、初戦で近隣都道府県の代表校と当たることを避けるために、初戦は東ブロックの高校対西ブロックの高校として、組み合わせが行われていた。 これは1977年に、早稲田美大美林といきなり初戦で、東京決戦に、その前線976年も富すく鹿児島みと南九州の林県決戦など、その他にも隣都道府県同士に近い組み合わせが何度も続き、初戦は東西対決に分けるべきという声が多かったためである。しかし、 初戦で東西対決方式の組み合わせに変更した1978年以降も、ちょうど東西ブロックの境目での隣府県対決や、全国旧地区で唯一東西に分断される北新越地区同士の試合が行われたケースが何度か発生し、不公平感があるとの声が上がった。そのため検討の末、2007年から東西対決方式だった初戦の組み合わせを、 1977年以来30年ぶりに全地区でのフリー抽選式に戻すこととなった。ただし、2代表が出場する北海道と東京勢は、初戦で対戦しないように、抽選の最初に振り分けられる。フリー抽選式で行った第1回から第59回、大会までに実現していた、初戦、隣都道府県対決及び現在の春選抜の、 同じ地区に属するものは以下の対戦がある。それから第60回記念大会から第88回大会までの29年間、夏の甲子園で、初戦は東ブロックの高校対西ブロックの高校として、組み合わせが行われるようになった。しかし、東西の境目での隣府県と北新越地区については、以下のようなケースで、初戦対決が行われている。 第60回大会から第88回大会まで東西境目の隣府県及び北新越地区の初戦対決は過去に13回行われている。また東ブロック代表の勝利はわずか3回のみで圧倒的に西ブロック代表の方が有利な試合展開であった。毎年この大会の代表校の中から選出された12校がこの大会終了後の9月か10月に 各都道府県持ち回りで開く国民体育大会に出場する。出場校は開催都道府県の代表校、ベスト8以上の各校のほか、おおむね3回戦の敗戦校の中から地域性、試合内容などを考慮して決定する。7年より1都道府県1校に決定。よって8年神奈川から国体に出たのはベスト4の横浜のみで、ベスト8の慶応は出ていない。 2015年は東京の早稲田谷、関東一が共にベスト4となったが、勝利数の差により早稲田谷が選出された。なお、国体の高校野球競技は公開種目であり、公式な天皇杯獲得ポイントには反映されない。この大会では、実質的な新人トーナメントとなる周期、高校野球都道府県大会、地区大会と同じく、 新シーズンの甲子園出場を目指す1.2年生が中心となる場合もあるが、甲子園を沸かせた3年生の選手も事実上最後の全国大会としても出場することが大半であり、特にドラフトで注目を集める選手らは注目される存在となっている。百九十二年の星稜高校は明徳義塾高校に二回戦で敗戦したが特例で国体の出場が認められ、 国体では決勝戦の最終打席で高校生活最後のホームランを放った松井の活躍もあり優勝を飾った。なお2006年の国民体育大会はプロ野球公式戦の試合日程などの都合上、甲子園は使用せず高砂市にある高砂球場で行われた。またこの年の国体決勝は夏の甲子園決勝戦と同じ。 駒大とマコマは世田実業の対戦となりスタンドは満員札止め。朝日放送も午後から録画中継で TV 放送を行った。上部の大会名称、初代が全国優勝野球大会に対し、現在は全国高等学校野球選手権大会。主催新聞社名、初代が大阪朝日新聞社に対し、現在は朝日新聞社。 糸、初代が赤い糸を使ったしっかりしたものなのに対し、二代目は赤い糸を使ってはいるが、づれおり、今大会においての連覇は現在7レある。詳しくは、甲子園連覇を参照のこと。ありがとうございます。